花いただいてありがたい限りです。安定の小林くんからいただいたお花と、あとエステートワインさん、ワイン仕入れさせていただいております。ありがとうございます。あとは日本人みんなが知るプライマーさん、ありがとうございます。本当に皆様お花いただきまして本当にありがたい限りです。ちょっと見てくださいよ、いいね、棚素晴らしい。はい、これがリタッチ作業してます。ちょっと色がね欠けちゃってるところとかにペイントしてます。で、棚が落ちないように固定。届いた。小林くん納期にバッチリ合わせてくれてます。最初のハードルを下げてもらって。確かにできますって言ってね、言っちゃったあれだもんね。なんか日本っぽいブランド名をつけてる冷蔵庫の会社なんですけど、ちょっとあの店舗のデザインに合わないのでステッカーを剥がしてもらうっていう。頑張ってる頑張ってる、ご主人プー頑張ってるよ。ご主人プーと小林くんが一生懸命撮ってくれてる。これちょっと面白いな。からの購入したこのねデザイン紙みたいなものを挟みたいわけですよ。これ変じゃんね、これ。小林くんバリ早い、なんでや。パワーの差。パワーの差、そうなん。筋トレマニアやのになかなかシュールやの。おー、プー一気にいってる。おおおお、いいよ。全体重かかってるやん。ちょっとこれなか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 おもろいな、これ頑張れ。お、小林が先に小林先に終わる。おお、あ、プイト。お、取れたね。あ、取れたね。ありがとうございます、お二人。あ、素晴らしい。真っ白。小林くんがあの下のやつ分解しました。分解してそれステッカーだから取るって。何、共同作業な。プーさん一生懸命頑張ってるけど。あ、ようその穴にさ合わせてシール作ったね。クヤクヤ、Can you help this one? 考え。プー、助っ人呼んだで。早い早い、だいぶ早い。プー、女の子の手やもんな。
すごいね、やっぱワーカーさんってもう力がすごいんやね。早いな。怖い。これはいい。富士電灯の冷蔵庫が生まれ変わりました。こんな感じに。いいいい。電球こうや。いやいいよ、今日も素晴らしい。だいぶ進みましたよ、もうこんな感じ。一日がかりで小林くんとご主人プーもちょっと助っ人で。なんか前のサイン、前の看板がついたらしいんで見まーす。でかっ。いいやん。どう？クオリティは。目立ちます。そして真ん中の棚が入りました。パオちゃんも、はい、ジョーディちゃんも仕事してるよ、はい、アントミルも仕事してるよ。あとね、あ、もしかしてこの子あれかも、新キャラかも、ロミオ、ロミオ。うちのあの男でスターのロミオ。おはようございます。今日ソフトオープンの日です。やめますよ。はい、ということでですね、こんな感じでソフトオープンをしております。お店の中はね、ちょっとあの映さないようにしてますので、ぜひ、マニアにいらっしゃる方はソフトオープン中にちょっと来てみてください。まだねオペレーションがぐちゃぐちゃしていて、特に会計のところとかすごいご迷惑をおかけしてしまうことがあるかと思うんですけれども、その点だけご了承いただいて、まあ、ちょっとどんなお店かなって見に来るだけでもとってもありがたいので、ぜひお願いします。では今からどんどん改善点直していきます。